どうも、下田友人の、ギター大学へようこそ。さあ、今日はですね、ギターの弦についてお話をしたいんですけども、DR さんから出てますね、マルチ、カラーコーティング弦のネオンっていうのがあるんですけれども、そちらの弦は一体どうなんだろうというのをね、ちょっとね、今日は相当なる辛口の、コメントでいきたいと思います。まずなんですけども、カラーコーティング弦ってね、何がいいのっていうところとか悪い点とかね、そこら辺も、今日はどんどん僕はね、ちょっと1週間使ってみて、気づいた点についてお話をしていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ではまずね、良い点からね、話していきたいんですけども、良い点、今ね、ちょっと実際弾いたのを最初見てもらって分かる通り、ちょっと目立つんですね。すごい目立つかって言ったら、実際見てみると、あれ、なんかちょっと色が違うかもぐらいなところだと思うんですけども、なのでそこそこ目立つと。で、もう一個ね、実を言うとね、いい点ってなんかないかなと思ったんですけども、他のね、ギタリストにも聞いたらあったんですね。それは、小さい子のレッスンする時とかに、その弦、4弦3弦って言ってもね、なかなか分かんなかったりするんですけども、色で言うとすごく分かりやすいんですね。これちょうど5弦が黄色になってるんですけども、あ、その黄色い弦の上から3番目とかね、そういう風に言ったりすると、すごい伝わるという意味で、小さい子にレッスンとかで、使うっていう意味ではすごくいい気がしました。ではここからちょっとね、僕が、気になった悪い点っていうのをどんどんお伝えしていきたいと思います。まずですね、練習する時もそうですし、演奏してる時もそうなんですけども、目がチカチカします。もうパッと見た瞬間、あれってなるんですね。なので何が出るかっていうと、次にポジションが見づらくなっちゃうんですね。パッと見た瞬間、後ろというか、このパッとポジションが見えたりするんですけども、それがこの視覚が奪われてしまうことによってね、ちょっとポジションマークが見づらいなっていうこともあったりします。で、あとはやっぱりね、音抜けがちょっと良くないんですね。こもっちゃう。どうしてもこのカラーコーティングをされてる部分ね、あるので、それはしょうがないと思うんですけども、音がこもってしまうんですね。で、あとは、このカラーコーティングね、見ていただくと分かるかもしれないですけども、1週間使って、まあ、そんなね、このギターをちょっとね弾いてなかったんですけども、あんま分かんないですかね。もう実を言うと、これね、1弦のここら辺はもう色がないんですね。何かって言うと、もう弾いててすぐにこの落ちちゃうんです。これが結構ね、すぐね、弦が剥げちゃうんですね。で、弾いてるこっち側もよく使う弦のところはね、剥げてきます。で、あとはまあ、このコーティングされてる分、滑りがちょっと悪いっていうのがあったりしますね。じゃあ実際この弦はどういう場所で使えるんだろうっていうのを考えてみたんですけども、音的には正直言うとね、使えない、ちょっと特にクリーントーンをメインでやってたり、ファンクとかでカッティングとか、そういうのでキレのあるのをやりたい時に、ちょっとね、なんかいつもよりキレがないな、モコモコしちゃうなっていうのはもう絶対否めないです。まあ思いっきり歪ましたらね、大丈夫なのかもしれないですけれども、かなりこもるというのはマイナスな点じゃないかなと思います。じゃあどの場面で使えるかっていうと、僕の感覚的には、文化祭とか発表会とかでなんか少し目立ちたい、そんな時には、このゲームはね、最初に動画を見た通りちょっと目立ったりするので、そういう点ではいいんじゃないかなと思います。なんかでも発想としては、僕ね、こういうカラー弦とか嫌いじゃないんですね。面白いなと思うし、これですごい音が良ければ、やはりなんかたまには使おうかなとか思うんですけども、なかなかやっぱりこのコーティングされてしまってますからね。で、普通よりかも色がついてコーティングされてる分、いろいろとね、その音に影響が出てしまってるっていうのはもう否めないかなと。でも発想は好きなので、なんか生徒さんとかで文化祭で使いたいとか、発表会で使いたいんですっていう時にはおすすめします。ただこれをね、ほんと仕事で使うっていうのはなかなか難しいところがあるんじゃないかなというのが、今日の僕のね、感想でした。で、1週間使ってて、やっぱまあ分かったところっていうのはね、たのはやっぱこの剥げてくる分なのか、この結構ね、この剥げてくるのが気になりますね。ちょっと引っかかるじゃないですけども、このね、ちょうど剥げてきた部分がなんかね、ちょっとザラッとしてるんですね。なんかそれが変に引っかかるイメージがあったりとする部分もあるので、ちょっとまだまだ実用的ではないなぁとは思いますけども、まあ面白い弦なので、なんか皆さんも発表会、文化祭などでね、ちょっと普段と気分変えたいなぁなんて時にいかがでしょうか。
ということでですね、今日は、結構辛口な感じで弦のね、カラーコーティング弦について、お話ししましたけれども、これからもですね、機材のことや、レッスンの内容、いろいろとお伝えしていきたいと思いますので、この動画も面白かったなと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。